あ、ここまで5得点と絶好調、阿部を擁する青のユニフォーム桐蔭学園。岡がクロスを上げる。さあゴール前だ。ファーサイドヘディングシュート、打った、入った、先制点。前半の2分、岡田が頭で合わせて桐蔭が先制。斉藤智子ね、福岡県勢として19年ぶりにベスト8入りを果たした福島東、さあ追いつけるかどうか。後半31分の男、バンダイの時間が近づいてきました。さあバンダイが行く、さあバンダイどうだ、ネットトラップシュート、打った、決まった、バンダイ同点ゴール。後半の30分です。福島東高校対桐蔭学園高校の準々決勝、今ホイッスルが鳴った。さあそして迎えた PK 戦であります。斉藤止めた、阿部が止めた、止めた。さあ決めれば準決勝進出ということになります。蹴るのは桐蔭学園のもちろんこの人、阿部。さあ決めれば準決勝進出、きっちりと決めまして桐蔭接戦を制し準決勝進出です。